頃僕が見ていたガードレール越しの黄昏、君の言うどうでもいいことに心奪われてた。空の色を少しだけ口にしても本当はコンクリートの街並みが寂しいんだよって、うつむいた。僕は探し続けてる。ドーナツショップに流れる音楽に足を止め、今日の君は泣きたい気分なのと目を伏せてた。人や車の流れを自分の寂しさのように見ていた。ねえ僕らの感じることはたったこれだけのことなの。わー君は探し続けてる。スタンドの油だらけの壁と同じくらい黄昏た街、僕は何度もつぶやいた。本当は何もかもが違うんだ。わかってよ。僕は探し続けてる。25年のデフレで不況、コロナまでやってきて物価高、30年以上給料が上がらない日本経済、消費税は法人税の穴埋めに使われている。消費税は社会保障にはほとんど全く使われてはいない。だから一般庶民よ、今こそ目を覚まして、俺たちで消費税を廃止にしよう。俺たちで力を合わせれば、必ず日本は変えられるから。